everyone! 皆さんこんにちは。本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はデニス・ウェイトリーさんが書いた Take a Moment という詩についてのお話です。成功の心理学という本が特に有名なんですが、自己啓発作家さんとしてもたくさん本を執筆されていて、もう御年90歳近くになるおじい様なんですが、 Take a Moment、 子供の話に耳を傾けよう、子育てが始まったタイミングでたまたま知ったんですけども、英語の内容もすごくわかりやすいし、読んでてすごく納得したので、折に触れてこう見るようにしてるんですね。こんな感じで今日はもちろん英語の勉強としてもそうですが、良い子育てのヒントとしても少し皆さんと共有できればなと思いました。2児の母として子育てをしてるんですけども、子育てってね、面白い反面難しくないですか？食べてない。子供の話を聞いてあげるっていうのがもういかに大事かっていうのをこの詩を通して感じたんで、ぜひ最後までお付き合いください。 Take a moment to listen today to what your children are trying to say. 今日少し子供の話に耳を傾けよう。 Listen to them whatever you do or they won't be there to listen to you. 深い。子供の話を聞こう。何をしていても whatever you do or 出なきゃ they won't be there to listen to you。 これは多分将来で私たちがおじいちゃんおばあちゃんになった時に子供は話を聞いてくれなくなるよ。確かにそうだと思う。 Listen to their problems, listen to their needs。 子供たちの問題に耳を傾けて listen to their needs、 何が必要かを聞いてあげて。Praise their smallest triumphs。 どんな些細な成功も praise、 褒めてあげて。 Praise their littlest deeds。 littlest、 どんなに小さいことでも褒めてあげて。確かに子供ってどんなことでも褒めたら喜びますよね。お皿ピッカンしたとかね。 Tolerate their chatter。 Tolerate っていうのは我慢する、喋ることも我慢して聞いてあげて。 Amplify their laughter。 Amplify、広げる、ね、ラファーっていうのは笑い、一緒に共感して笑ってあげてっていうことだと思います。 Find out what's the matter。 Find out、 見つけてあげよう、何が問題か。 Find out what they are after、 それに対してどうしたいのかっていうことを一緒に見つけてあげよう。 If we tell our children all the bad in them we see、 子供の悪いところばっかりをこうつつくと、They will grow up exactly how we hoped they'd never be。 そうなってほしくない人間に育ってしまう。 But if we tell our children, we are so proud to wear their name。 To wear their name、 their name って同じ名前っていうことで、私たちの子供として生まれてきてくれて、そこにすごく誇りを持ってるよと言ってあげると、They will grow up believing that they are winners in the game。 自分のことを要は成功者と思って育ってくれる。結局ネガティブな言葉だけじゃなくてポジティブなこと、声かけをしていこうということですよね。確かにそうですね。ポジティブなシャワーを浴びたらね、ポジティブになるって、そうなんで、ね、なんでなのケチョンケチョンに言っちゃうんやろって思う。So tell them that you love them every single night。 毎晩愛してるよって言ってあげよう。 And though you scold them、 キャンキャン叫ぶね、よく私がやることで。 Make sure you hold them。 キャンキャン叱っても必ず hold、 ハグをしてあげてください。 And tell them they are alright、 大丈夫だよと言ってあげる。 Good night、 Happy dreams、 Tomorrow's looking bright みたいな思いでハグをしてあげてくださいってことです。はい。Take a moment to listen today to what your children are trying to say。 今日少し子供の話に耳を傾けよう。 Listen to them whatever you do and they'll be there to listen to you。 そしたら子供たちも将来私たち親の話を聞いてくれるでしょう。
I'll take a moment to listen to my children whatever I do. ちょっとこうリセットしたいときにぜひ活用ください。Alright, so that's all for today. Thank you for your time. And 子育て頑張りましょう。Bye!